では早速一つ目の講習に入りたいと思います。まずちょっと講習を始める前にいくつか注意事項とかいうのがありますので、あらかじめお知らせしておきたいんですけれども、私のパートは結構簡単なんですけど、一応ハンズオンということで皆さんに PC とか持ってきていただいて、ちょこっとだけこういろいろ実際のウェブサイト触ってみるみたいなところをやります。でその時にですね、なんかクリックしても反応返ってこないと、ダダダダって連打する方がいるんですけど、でそうすると余計返ってきません。なので反応がもしなかったらですね、ちょっとしばらくおおらかな気持ちで待つというところをぜひお願いしたいと思います。ネットワークの問題もあったりとか、サーバー側の問題があったりとか、いろんな原因があるんですけれども、連打するといいことはないので、ぜひぜひお願いいたします。それから、全ての講習会でそうなんですけれども、基本的に録画をさせていただいていて、今日参加していただいた皆さんもそうなんですけれども、今日参加していただいて役に立つなと思ったら、周りの方にご紹介いただいたりとかですね、そういったことを含めて後で見られるように録画をしています。で公開をしていきますので、後ろから撮ってますので皆さんの顔映らないと思いますけれども、その辺ちょっとご注意いただければと思います。質疑応答のところはちょっと機微なところもあるので、あまり録画と公開ということにはしませんので、ぜひその辺はもし質問があったら積極的にお願いをいたします。あと今日お配りしている資料なんですけれども、手元で置いてありますけれども、中に、NBTC のパンフレットに挟んでチラシが2枚ほど入ってまして、あとは、まず私の講習会の資料ですね、紙ベースでもそこに お配りしています。それから、JST のニュースが入っていて、一番最後のところにアンケート、この講習会のアンケートが入っています。簡単に丸々とかつけるだけでも結構なので、ぜひ後で一番退出されるときに書いていただければなと思います。よろしくお願いいたします。それからさらに連絡が続きますけれども、昨日メールで直前になってご連絡をしたんですけれども、今日本日予定していたプログラムより午後の部を少し早めに開始して早めに終わるということで、ちょっと変更させていただいておりますので、東京大学の川野先生のパートですね、13時からとなっておりましたけど、12時半から始めて、お昼休み1時間ということで進めさせていただきますので、その点をよろしくお願いいたします。はい、ではちょっと講習に入っていきましょう。まずその講習会の資料基盤なんですけれども、皆さんの登録してもらったサイトですかね、のところからですね、講習会はこちらというのがこう下の方にここにあるんですけれども、ここから GitHub というこういった資料とかいろいろ置ける場所に飛びまして、そこに美濃の名前と川野先生の名前が書いてありますので、そのあたりから見ていただくことができます。で資料がそこにPDF で載っかっていると思うんですけれども、その資料がですね、実はそのウェブ上でそのまま叩いてみると途中までしか見えないという、なんか50ページぐらいの制限があるということなので、私のも90何枚ありますし、川野先生のも結構あるので、そちらから見る方はですね、ぜひ一回ご自分の PC の上にダウンロードしてご覧いただければなと思います。でこちらのサイトを、後で参照することもあるかもしれないので、ぜひ開けておいていただければと思います。こういった検索の内容で、たどり着けるはずです。それでは、はい、次いきたいと思います。どんどん進めていきたいんですが、まず生命関係データベースの概要ということで、私のパートはちょっとジェネラルなそういった周辺状況の話とかですね、あとは JST、NBTC が提供している一般的なサービスですね、データにリーチするためのサービスですとか、あとはちょっと最近いろいろリリースした人に関するデータ関連のサービスやツール、あとそれからちょっと便利なサービスなんかもご紹介しながら話を進めていきたいと思います。まず皆さんご存知のように、生命科学の分野では今情報爆発ということが言われておりまして、ゲノムなんかも割と簡単に読めるようになってきて、そういったデータがどん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 蓄積している状況で、なのでそういった状況ではですね、もともと仮説を立てて、それにそれをこう実証するためのデータを集めてという、その仮説検証型の実験の手法からですね、今度はもともとあるデータをどうにかこう駆使してですね、それを元に科学を進めようというデータ駆動型と呼んでいますけれども、そういった科学への転換が、進んでいる状況です。でそのためにはやはりデータとかデータベースをこう自由に使いこなすとか、
あとは、まあ、中にはその情報学とか統計学、数学、計算結果学などちょっとまあ医学とか生物学とかとちょっと違った分野の情報をちゃんと使いこなせるようになるとか、そういったことが必要になってきます。でまたそういうことができると、まあ、データを統合したことによって新たな知識発見できるということになってくるわけです。で代表的な生命科学関係のデータベースここに挙げておりますけれども、まあ、皆さんすでにお使いのものとかも結構あるかもしれません。ここでちょっと赤字で書いておりますのが、まあ、日本の中で結構確立されたデータベースで、それで世界的にも有名なもの、まあ、世界的な連携をしているものなんですけれども、それが例えばこういった DDBJ、DNA データバンクオブジャパン、なんか DNA 解析をしたら必ず皆さんここに登録をすると思うんですけれども、静岡県の三島市にある DDBJ センターというところですね、ですとか、あとは、タンパク質の立体構造を収集するという目的で、やはりワールドワイドな、連携のもとに運営されている PDBJ というのが大阪大学にあります。それから京都大学のバイオヒューマティクセンターでは KEG という、まあ、生命情報科学を人手でこうキュレーションをしてネットワーク上に示すということで、非常に世界的にも非常にこう重宝されているというデータベースがあります。これを主催されている金久先生ですね、この間クラリベートアナリティクスというところで引用論文がすごい多いと、引用文献がすごい多いということで、ノーベル賞候補かということで取り上げられたというのが最近の話題の一つなんですけれども、それでご存知の方もいるかもしれません。でデータベースについては、DDBJ のように DDBJ とか PDBJ のように、まあ、不特定多数の研究者の方が、まあ、論文で公表するとかそういったニーズがあってですね、貯めていく場所のバンク型のものもありますし、あとはプロジェクトなんかでガバッとデータを産生するプロジェクト型のものとかがございます。で今紹介したちょっと KEG っていうのはですね、知識モデル型といいまして、まあ、特定の人間、まあ、知識を持った人間が高度に情報処理をして人間が読みやすいようなものとか、そういったものにまとめ上げていくといったようなものになりまして、結構これは人手がかかるようなものです。それと似たようなもので、そのオーミムっていうのも、これも使われていると思いますけれども、これも同じようにやはりスキルのある人間がデータをまとめ上げるということで、ちゃんと読めるような形に創設としてまとめ上げているようなものになります。でバンク型のデータベース DDBJ とかこの PDB というものなんですけれども、まあ、全世界で解読された塩基配列とか立体構造高度の情報を査定して受け入れてデータベースに蓄積して公開して共有すると。でその時にアクセッションナンバーを付与するので、例えば論文に投稿する時には必ずこのアクセッションナンバーを求められるというところからですね、かなり、まあ、ある意味強制的に研究者の間ではここのデータベースに入れなきゃいけないというような、そういったことになっています。でまあ、データを共有することの意義って今更言うこともないかもしれないんですけども、まあ、科学の世界で本来データは第三者と共有するものになってまして、まあ、それは どうしてかというと、第三者がこういろいろ見られることで、その再現性、その研究の再現性ですね、本当に真理かどうかということとか、まあ、データそのものが間違っていないかといった透明性を担保することになると。でさらにはその登録されたデータを再利用することで新しい観点からの解析、まあ、共同研究につながったりとかいうことで、まあ、同じ実験をしなくて済むということで時間や費用の節約につながるということがありますし、さらには例えば大量に溜まってきたデータをマイニングするというのは新しい技術、こういった新しい技術を開発するための、そういったベースになるということで、データはそういった第三者と共有するものであるということがもともと言われているわけです。であとはですね、欧米では市民は二度税金を払わないということで、大体がその公的資金を投じてこうデータが生まれてくるわけなので、そういったデータはもともと市民のものであって、市民はそれを使うことに対してまたさらにお金を払って使わせてもらうとか、そういった状況ではなくて全て自民に還元するということで、まあ、国などの公的資金を投じて得られたデータは共有へ持っていきましょうというのがコンセンサスになっています。でまあ、こういったオープンサイエンスというこういった動きなんですけれども、まあ、国際的な動きと、まあ、それに対する日本の対応とちょっとまとめてみたのがこの図です。国際的な動きとしては、まあ、G8 とか G7 とかああいう国際的な先進国の人たちが集まると、今度その科学大臣の会合でもってさまざまな声明が出されております。もともと論文アクセスといって、皆さん論文を読むのにオープンアクセスのものって非常にアクセスしやすくて読みやすいと思うんですけれども、それに加えて研究データそのものをちゃんとオープン化していきましょうということが2013年から言われてまして、それに向けてこういった科学技術大臣会合でも具体的なことを進めるための会合の中身が設置されてきています。それに対して日本の中では CSTP っていう
あ、今 CSTI ですね。CSTI のところで、まあ、こういったオープンサイエンスに関する検討会も、こういった声明を受けてですね、オープンサイエンスの検討会を行ったり、まあ、それをさらに進めて、具体的に進めるために、まあ、研究データの管理とか、利活用ポリシーを策定するためのガイドラインを設置するとか、そういうこととの検討会がされています。でこの中では、日本の中ではこういったことをオープンサイエンスと定義しましょうということで、まあ、基本的にはイノベーションにつなげるというところが一つ大きなポイントになっているかと思います。それで、まあ、JST、私たち の私どものいるセンターなんですけれども、JST の NBDC ではどういった取り組みをしているかということで、少しご紹介をしたいんですが、今まで日本の中でこういった、データベースを活用しようという活動に関して、お配りしたパンフレット、カラフルなパンフレットの裏のと、ちょうど裏表紙に当たるところですね、に、こうなんか年表的なものがちょっと書いてあります。もう2000年の頃からですね、こういった国の関係の設置するような委員会でもっていろんな検討がされてきまして、私どものセンターは2011年の4月に設置されて、この事業を推進していくということで、今事業を進めているわけですが、科学技術振興機構については、まあ、皆さんご存知かと思うんですけれども、一応こういった、中期目標の中にですね、ちゃんとこうライフサイエンスデータベース統合の推進というのも謳われてまして、ライフサイエンス研究の成果を、まあ、オープンサイエンスの動向を踏まえた戦略の立案とか、こういうことをやったことで、まあ、進めて皆さんに広く使ってもらえるようにしましょうというのが一つの大きな目標になっています。でそれに基づいて設置されているのが、まあ、バイオサイエンスデータベースセンターということになるわけなんですけれども、まあ、ミッションといえばですね、もう生命科学分野のデータベースを使いやすくするということで、まあ、いろんなことをやっているわけなんですが、一つには、生命科学の中もこういろんな生物種もいろんなものがありますし、それから対象の分子種、ゲノムとかタンパク質とか、まあ、いろんなものがあります。それからそれに対する解析手法なんかもいろいろあるので、非常に分野ごとにダイバースしております。なのでその分野の先生方にまずそこのデータを統合してもらうということを進めておりまして、それがパンフレットの中にも書いてあるんですけれども、こういった現在はこういった先生方に、まずはこの分野でそれぞれの分野でもってデータベースをまとめるという作業をしていただくということをしています。この中にはさっきちょっとお話したケグの金井先生もいます。ケグに対して少しこう機能的なところを追加するところなんかをこの中でやっていただいたりとかですね、あとはプロテオームとかですね、あとは先ほど言った PDBJ とか、そういったところもこの中にも入っているんですけれども、いろんな分野の先生、例えば植物ですとか、人に関するデータも扱っている先生方もいらっしゃいますけど、こういった分野の先生方が中にはいらっしゃいます。でこうやって集めてきたデータをですね、まあ一緒に使うことでその生命現象の全体像を見になるべくこう解明していくための助けになるように、まあ、何らかの形でこう統合的に使えるようにしなきゃいけないということなんですけれども、私たちのところそんなに NCBI とか米国の NCBI とか欧州の EBI とか、ああいったところみたいに強大なサーバーを持っているわけではなくて、ああいうところは基本的に全部自分たちのところにそのものを集めるということをやってるんですけど、私たちのところはなかなかそれができないので、先生方のところで確立されたデータベースをもうなんかバーチャルにとにかくつなぐような技術、そういった基盤的な技術を開発して、連邦型って呼んでるんですけど、この中央集中型のそういった欧米型とは違う連邦型の統合データベース、それぞれのところにあるがままにあたかも統合しているように見えるというようなことを目指して、この DBCLS というライフサイエンス統合データベースセンターで基盤技術の開発を進めております。それで、そういった、成果をですね、いろんな形で公開していくことで、まあ、ポータルサイトを作っているので、パンフレットの中に挟み込んだキャプチャー、画面のキャプチャーありますけれども、ちょっとこうぐしゃぐしゃっとしていて、なかなかどれが何だかよくわからないところもあるんですけど、心の中でいくつかこれからちょっとご紹介していきたいので、また少しハンズオン的なこともやりたいので、お付き合いいただければと思います。まず生命科学のデータベースを統合するにあたり、じゃあ生命科学のデータベースにあってどんな問題点があるのかということを一番最初に調査をした内閣府の調査結果がありまして、その中で大きく集約するとこの3つというふうになっているんですけれども、まずどんなデータベースがどこにあって、それがどうやって使えるのかはよくわからないということなので、まずデータベースのカタログを作りましょうということでカタログを作っております。
それから、まあ、なんかこう使えそうなデータベースがあるのは分かりました。じゃあそのデータベース一つ一つ見に行って、中でまた自分の対象とするあのけんあの自分の研究対象とするものについて検索をいちいちかけるのがすごい大変、手間がかかるということなので、複数のデータベースの中を横断的に検索するようなデータベースの一括検索、こういったサービスも提供しています。それからさらに、まあ、ウェブ上で検索をして、検索結果が返ってくるというそれだけではなくてですね、その元となっているデータセットを一括で取得できないかということで、それを取得できればあの自分のデータと、合わせて一緒に解析をしたりとかですね、インターフェースにとらわれずに自由に使うことができるということで、そういったデータの一括ダウンロードができないかというような要望がありまして、こういった主な3つの要望についてこれからご紹介するサービスで回答し、あの解決策をご提示していこうということです。でさらにですね、ちょっとデータを利用する際のまたさらに問題点がありまして、まずはもうデータベースの中にですね、こう求められるデータが入っているのかどうなのかわからないというのがあります。でこれはですね、ちょっと私たちのところで何かやるっていうことよりもですね、むしろ例えば公的プロジェクトの成果をきっちり公開してもらうとかですね、そういったことをしていただくっていう必要があって、まあ、そういったデータを集めるための仕組みで公的な研究には帰宅を義務付けというところなんですけども、これは統合データベースのこういったプロジェクトが始まってからしばらくしてからですね、まあ、文部科学省さんが私たちのところのその親玉っていうんですか、その上の文部科学省さんも率先して始めていただきましたし、厚生労働省さんでも、そういったことを課題の項目の特要項にですねちゃんと書いていただくというようなことがあって、まあ最終的な成果は例えば NBDC とかそういったところに入れなさいよということを書いていただけるように徐々になってきています。それから、中にどんなデータが入っているのかちょっとよくわからないということで、いろんなデータベースがそれぞれのやり方で作っちゃったりしていますので、多種多様なデータだったり、それから、同じような例えばタンパク質のデータベースなんだけれども、データ項目の説明がバラバラだったり、むしろ何も書いてなかったりとかいうようなことがあります。でさらにはその例えば分子種の違うとかそういったことで分野ごとにバラバラな用語を使っているようなこともありますので、そういったところではデータフォーマットを標準化するとか、データの説明、こういうのメタデータって言いますけれども、そういったものを標準化するとか、こういったこともちゃんとデータベースの整備の中ではやっていかなくちゃいけないということが一つあります。でさらにはじゃあデータ使ってみたいんだけれども、どのように使っていいのかということがよくわからない、利用に対しての条件ということですね。まずその条件がバラバラだし、そもそもどこに書いてあるのかも分かりづらいということで、例えば引用した時に、最終的にその使用量が必要かとかで非常に大きな問題だったりとかですね、しますね。あとは、今日は多分アカデミアの方多いと思うんですけれども、民間の方ですとこれが商用に利用可能かとか、そういったことが非常に大きなポイントになってきます。なのでそういった利用条件をちゃん と、分かりやすく書いてそれを明示するということが必要で、例えばデータ作成者の著作権ですとか、商用非商用から公開条件引用方法、こういったことをきっちり書いておくことが公開されているデータベースを使いやすくする一つの大きな条件であるというふうに思っています。でそのために使っているライセンスの形態が私たちが使っているクリエイティブコモンズというのは、これは主に著作権の観点から、まあ、再利用と共有を促進する仕組みなんですけれども、ラベルがこういうふうにありまして、これは表示ですね、アトリビューションだから貢献度をちゃんと書くということですね、クレジットを書くということ、それから、この ND って略するんですけども、これは改変をしてはいけない、元のそのものをそのまま例えば再公開するなら再公開するということですね。それからあと、まあ、非営利に限定しますよということですとか、あとは元の作品と同じ組み合わせの CC ライセンスで公開するということで、というシェアライクというこういったものがあります。でこの4種類のマークを組み合わせて6種類の使用条件をこう選択することができる。これはその著作者、そのデータベースを作成した人が自分で指定することができるということで、もう何でもかんでも認めちゃうような、まあ、いわゆる著作権よりも非常に自由度を高める、利用度を高める、そういった選択肢がいろいろ提示されているわけです。
でさらにはあえてこうパブリックドメイン、私は何の権利も主張しませんということをきちんと明示するというパブリックドメインという方法もありまして、NBDC の中ではこのあたりのライセンスを使うことで、まあデータベースの利用度をですね、中ぐらい程度から非常に高いものまでということに揃えることで、利用者が利用しやすいようなそういったライセンス付けを提供者の方にお願いするということをしています。さて、それではここからですね、NBDC のポータルサイトをちょっと見ていただきながら、まずはこう一般的なサービスなんですけども、カタログと一括検索とデータの一括ダウンロードについて、ちょこちょこっと手を動かしながら、説明を聞いていただきながらということで進めていきたいと思います。まず NBDC のポータルサイトなんですけれども、多分 NBDC と検索していただくと、一番トップに出てくると思います。ちょっと検索してこのごちゃごちゃっとしたサイトですけども開けていただくとですね、この中には40種類以上のサービスがありまして、基本的に全部生命科学に関連した生命科学のデータベースとかに関連したものになります。で、検索したそのまま多分見に行けるのが分かる、お分かりのように登録も何もいりません。それからアクセスしたことで費用がかかるということもありませんので、ウェブサイトにアクセスできるような環境がありさえすればですね、どこからでも誰でもアクセスできるといったようなオープンなサイトになっています。で、今最初に3つご紹介したカタログと一括検索、データの一括ダウンロード、皆さんの利用度が高いだろうということで一番左側の上にこう示しています。で、分野ごとのデータベースの統合とかですね、あとちょっと後半でご紹介するような人に関するデータベースなんかもこの辺りにまとまっています。で、ちょっとこう名前の付け方がですね、分かりにくいものとかもあるんですけれども、マウスを当てるとその簡単な説明が出るので、気になるものがあったらちょっとマウスオーバーしていただくとどんなものかなということが一行説明で出てきますので、ご参照いただければと思います。ではまず、どんなデータベースがどこにあるかのデータベースのカタログについてちょっとご説明を進めていきます。これインティグバイオデータベースカタログと呼んでいまして、データベースのカタログなんですけれども、国内外の生命科学系のデータベースの所在情報とか説明情報を提供するカタログで、1660件って書きましたけど、私ちょっとこれ前ちょっとだけ前のかもしれないから、もっと今数十件増えてるかもしれませんね。こういった件数のデータベースが集まっています。で、国内のものが1100件以上、国内の、いろんな省庁のプロジェクトなんかの情報をかき集めたりしているので、国内のデータベースについての情報が結構密に集まっているそういったデータベースです。で、記述項目を揃えてありまして、例えばもちろんデータベース名ですね、それからインターネット上でアクセスできないと意味がないので URL とか、どこがどういったものに対して作った、どんな情報を集めたデータベースなのかというのこういった説明をですね、私たちの方がウェブサイトを見て、データをきっちり揃えるということでカタログ化しています。で、キーワード検索とか、カテゴリーから絞り込んだりすることができますので、次にそのサイトを見ていきましょうということで、場所はここです。ここをクリックしていただく と、開くページがこちらになります。こう3つのパートに分かれたようなそういったものになりまして、こちらが、一覧内を検索絞り込みする検索をしたり、それから、いろんな条件で絞り込んだりするようなそういった機能を持っているところ、それからここがその検索結果で出てくる、データベースの一覧ですね。デフォルトだとレコードの公開順ということで新しいものが一番トップに来ているというような状態になっています。こちらはちょっといろんなガジェットがあるんですけど、ここはあんまり使わないかもしれません。ニュースとかそういうものなので。で、こういったデータベースの一覧からそれぞれのデータベースの中身を見ていくということになりますが、まずちょっと一緒にやる方は一緒にやっていただければと思うんですけど、ウィールスってところをピチッとクリックしていただくと、ウィールスに関するデータベースだけ絞り込むというようなことになります。件数がそこに出ておりますが、58件のデータベースがきちんと出るというようなことになるかと思います。で、そういった形でいろいろ絞り込んでいただければいいと思うんですけれども、違うところのものを先ほどちょっと戻りましょうか。ごめんなさい。この違うカテゴリー、例えば生物種で何かを選ぶ、それからタグで何かを選ぶ、もう一個タグのこのデータの種類で何かを選ぶ、こういったことで、重ねて条件を重ねることはできます。ごめんなさい。で、
ここにそれ何を選んだかみたいなことが出るんで、まあ、これをこのバッテンを押していただくか、あるいは全条件をリセットってすると元の1600何件 の、 一番最初の画面に戻りますんで、またじゃあちょっとそういって一回戻っていただいてから、今度は例えば主要ってこのテキストに入れていただくと、今テキストボックスでこう検索するようなやり方ですけども、まあ、主要っていうふうにやっていただくと、今どうですかね、この ICJC データポータルっていうのが一番トップに出ますかね。出ます。じゃあまだそのあたりは新しいのが上に追加されてないんだと思うんですけれども、この ICJC データポータルでのちょっと例に、じゃあこのカタログの見方をちょっとご紹介をしたいと思います。これですね。で、次の資料のページにいていただくと、まあ、こういうふうにそのカタログの上では出てきますが、これをですね、例えばそのタイトルですね、ICJC データポータルというところ、あるいはこのサムネイルというんですけど、その、まあ、ホームページの一番トップのところをちょっとちっちゃく表示しているものですけども、これをクリックしていただくと、オリジナルサイトへのリンクが貼られています。なので、こういった ICJC データポータルというところに飛ぶわけなんですけれども、このウェブサイトってですね、なんかそこのまま直接見に行っても、意外とそこは何の、どういうサイトなのかっていうことがよくわからないので、できればなんか自分がこのデータベースなんだろうと思われたらですね、まずこの詳細へというところをクリックしていただくと、ここが私たちのところで揃えたその20項目内外の情報をですね、まとめたサイトになります。そのカタログの中身ですね。になりますので、ここをまず見ていただくとデータベースの概要がつかめるかなというふうに思います。で、そこちょっと今そのカタログのところちょっと拡大して、ここちょっと長いんで続きですけれども、例えば、まあ、もちろんデータベースのその名前とかですね、 URL のアクセスの情報とか、どこが作りましたとかいう、あと国ですね、というようなものがありますけれども、肝はですね、この説明というところ、ここがですね、文書として別にウェブサイトに明示的に書いてあるものでなくても、私たちの方で、あ、このサイトってこういうことだなということを理解して文章で日本語で書いてるので、ここのところで読んでいただくのが、じゃあこのサイトって何かなってことを分かる一番簡単なやり方かなというふうに思います。まあ、他にはその、まあ、どういったものと関連しているかとか、そういったところからそのデータの中身とかもいろいろ分かるかと思うんですけれども、こういったところで見ていただければいいのかなというふうに思います。で、ちょっと前に戻りますと、ここの、ここに一括ダウンロードかって書いてある、こういったものがあるんですけれども、これはデータとしてそのサイトから一括ダウンロードすることができますよという、そういったラベル、これも割と最近付け始めました。これがあると、じゃあそこのデータをそのまま私たち自分のところで何か計算に使いたいというときに、これがあるとそういうことができるんだなということが分かるので、まあ、そういったインフォマティクスなところを処理をされたい方にとっては、このラベルがあると使い勝手がさらに一つ上がるというようなことなのかなというふうに思います。その次のページは、まあ、ちょっとこのデータベースのカタログ自体をダウンロードできますよのお話なんで、ここはスキップします。で、次には、一応簡単な実習ということなんですが、今やったようなことですね。例えば左側のペインのところで、人と動物の中から人を選んでっていうような形で、絞り込んでみるとどんな感じになるかということをちょっとやってみていただけますでしょうか。もうどんどんやっていただければと思うんですけど、私が数日前この資料を作成したときに、やった件数で言いますと、まず人で絞り込んで、さらに遺伝的多様性というところで絞り込むと、データベースは66件出てくるということになってます。合ってますかね。はい。そんなような形で複数の条件で絞り込んでいただくということができるということです。じゃあさらにですね、もうちょっと下の方に行っていただくと、日本とか書いてあるところがあるんですけど、その日本っていうのをクリックしていただくと、じゃあ日本国内で作成されたデータベースはそのうちいく存在するかなということがまたさらに分かります。で、それをやっていただくと、多分41件という数字が出るのかなと思いますが、どうでしょう。そういったことで、今は人の遺伝的多様性について日本国内で作成されたデータベースが41件あるということが分かりました。で、さらにはですね、そこのまたその近傍に稼働中とかいうのがあると思うんですけども、それをクリックしていただけますかね。そうやって条件をまたさらに追加すると、今度は今言ったデータベースの条件でさらにそのうちのいくつが稼働しているかということが分かります。
それが33件あるはずなんですけれども、でしょうか。でこの稼働中というこういったあの情報なんですけれども、実はそのカタログに載っているデータベースに対して私たちのところ基本的に毎日こうアクセスに行ってます。で行ってちゃんとレスポンスが返ってくるかどうかを毎日見てまして、中には見ていろいろ調べていただくと見てて分かると思うんですけれども、休止14日中とかですね、そういった形で出てくるものがあって、そういったのはそこに行ってもドットファウンドとかああいうちょっと悲しいメッセージが返ってくるってことがあらかじめ分かるので、まあ、そういったことも無駄な作業しなくて済むということで非常に便利な情報なのかなということで稼働状況をモニターするということをやっています。でちょっとちっちゃいですけど一応そのカタログの今の実習の 1,2,3 のところはこういった形で絞り込むと出ますよということでハイライト赤のオレンジ色になっているところですね、こういったところを見るとそういうふうに分かりますよということで、一応簡単な回答ということで示させていただきました。はい、じゃあどんどん次いきます。で次は、じゃあデータベースの一括検索、複数のデータベースを横断的に検索できないかということに対しては、生命科学データベース横断検索というそういったベタな名前のサービスもご紹介をしたいと思います。対象検索対象のデータベース、先ほどカタログには1600何十件あるって言いましたけれども、やはりその中で検索に必要な情報をオープンにしてくれているところというのは全部ではありませんので、検索対象のデータベースは651件になります。でその代わりといってはなんですが、特許情報ですね、こういったものも含めて検索できるようにしています。でこれはやはり文献から得られた情報が、特許とどういう関係があるのかとかですね、そういったことを一緒に調べられるということで非常に便利なサービスなのかなとは思っています。あとは検索キーワードを日英総合翻訳しますので、京都大学のライフサイエンス辞書といって、ライフサイエンスに関してはその翻訳の、バリエーションですね、そういったものを使ってますので、英語で入れても日本語で入れても一応全部の検索がかかるということですね。あとは絞り込む機能とか類似キーワードの追加とか表示とか外部リンクとかそういった便利な機能がいろいろついているわけなんですが、じゃあこれ Google の検索とどう違うのかということで、紹介するとじゃあ Google でやるからいいよって言われるんですけれども、直感的に分かるように Google でマウスって入れますと、生命科学の実験だったら当然欲しいのこっちに関したデータのことなんだけど、出てくるのは当然このマウスがトップに出てきますよね、というようなことで、生命科学に特化したデータベースを対象にしているということでこういったことはありません。それからデータベースの情報ってですね、例えば Google とか Yahoo とかそう一般的な検索サイトですと、かなり表層の一番こう上に見えている部分の情報だけがその目次情報として取られてくることが多くて、このデータベースって階層構造に実はなってるんで、それの中までがなかなか検索できないというような、拾えてこないというようなことがあるんですね。でそういった形で、意図したものと異なるとか、こう網羅性データベースに関しては網羅性がちょっと低いとか、そういったことが、Google の一般的な検索だとありますので、生命科学に関してはこちらの横断検索を使った方がいろんな情報にリーチできる確率が高くなるのではないかというふうに思っています。で検索対象としてはこういったものがあります。基本的にはキーワード検索なので、テキストとして何か書かれているところを対象に検索しますから、文献ですとか学会用紙もいくつかですね、あとそうですね、今ヤフー保育用講習とかもありますので、結構いろんなお問い合わせをいただいたりすることもあるんですけども、あと先ほど言いました特許とかで、私たちのところである程度自由になるので、統合データベースプロジェクト関係のいろんな報告書とかいろいろ入れてはおります。であとこういった分子種に関するところは、分子種に関して例えばある遺伝子についての説明とかそういったテキスト情報があるので、そういったところをきっかけにして検索をするというようなことができるようになっています。で入り口は先ほど言いました左肩のところで、ここにも検索ボックスもあるので、いわゆる Google 検索みたいに自分でパパパパッとキーワードを入れていただいてもいいんですけれども、ここをクリックしていただくと
次のページにあるようなこのトップページ、まあ、ここもね一つこのボコッと検索のボックスがあるだけなので、先ほどそれほど大きく機能変わらないんですが、そういったサイトになります。ただここに来ていただくと、例えばインフルエンザっていうふうに調べようと思うと、インフルって入れただけで、インフルエンザですか、それをインフルエンザ予防ですか、予防接種ですかという感じでパッとあのサジェスト機能でいろいろ出てきますので、そういう意味ではちょっとあの楽かなというふうに思います。で次のページのところで、あの詳細検索が入って、一番簡単なのは先ほどのところにとにかく入れていただいて検索するってことなんですけども、まあ、だんだん使いこなしていただくようになってくればですね、例えばデータベースを公開する時期により絞り込みとか、まあ、日英翻訳をオンオフするとか、あるいは生物種により絞り込みとか、なんかこういったことでもちょっと工夫しながら、より自分の求めるものに近いものに近づくような検索の仕方もできるということで、ご紹介をしておきたいと思います。でまあ、通常こうやってあの、データベースを検索していただくと、まあ、出てくるものもやはりそのちょっと Google チックなあの回答の仕方ですけど、まあ、どういったものの最初の触りが出てくるというような、こういったあのこれがダーッと羅列するというようなことで検索結果がこうやって出てくるのと、それからこちらにその関連したツールボックスですね、あの関連語句とか翻訳結果とか、外部リンクの情報とか、これプラスプラスになってますから、開ければまた何か下に出てくるようなものあれば出てくるような形ですけども、こういったあの2部構成に画面はなっています。であとナビゲーションバーのところはですね、ここにあの全てのデータベースって書いてあるんですけれども、まあ、これのところ下をどんどんクリックしていくと、例えば今こう下をガンと開いた例ですけれども、例えば文献の情報だけを知りたいんだということであれば、この文献のところを選んでいただければ、どんどんこう絞り込むというようなこともできるようにはなっています。で、まあ、シソーラスの使い方ですが、先ほど そのインフルエンザっていうところに、まあ、こう流行性感冒とかいうこういう言葉も出てますんで、じゃあこれピチッと押すと、まあ、基本的にはその言葉を入れた、まあ、もう一回横断検索が走るというふうに思っていただければいいんですけど、こういった形で出てくるとかですね、あのそういった感じでこう情報をずんどん芋づる式にあの調べていただくようなやり方もできるということです。でまたちょっとトップページのところに戻って見ていただくとですね、ここにあのデータベースかヒット件数かっていうのはなんか2択があるんですね。で通常はデータベースの方にデフォルトでこっちが入ってまして、今みたいな、まあ、Google 検索的な、検索の、やり方とそれから結果の表示のされ方が出てくるんですけども、このヒット件数っていう方をやると、まあ、あんまりの検索結果がすごいいっぱい出てきそうだなということが予想されるときは、こっちを使っていただくと、まずこういった形であの何に何件みたいなのがもうあらかじめ出てきます。先ほどのこの全てのデータベースのこう下バーって開くと出ていたような情報がですね、まず画面としてちゃんと出てきて、それでじゃあこの中から自分で、この分野の ここにあの絞って私は見たいんだということがあればですね、例えばゲノム遺伝子 RNA のところのこのプラスになっているところをポチッと押すと、それがさらに展開され、またさらにその下にサブカテゴリーがあればさらに展開されみたいな形で、まあ、こういった絞り込み方をして最終的にその個別のエントリーを見るというようなやり方もあります。でこれのちょっと一つ便利なのは、こういうふうにやって出た時にこのインフォメーションマークが出てると、じゃあこれってそのデータベースがどういうものかということをちょっと簡単にこう示すようなものを出ているので、あんまりこう自分が分からないところをいきなりあのなんか絞り込んで掘り下げて見に行くというのはなかなかできないかと思うので、まずこういうのでこうちょっと当たりをつけてみたいなことをすると、意外と自分の欲しい情報にたどり着けるのかもしれないなというふうには思います。はい、ではその次に今ちょっと説明したいような内容で実習を組んでみましたので、これをちょっとやってみましょう。横断検索でちょっと簡単ですけどね、インスリンと検索するということで、一番最初のデフォルトの検索対象データベースのままで結構です。そのままでちょっとやってみてください。まあ何らかの結果が返ってきてると思うんですが、でその次の実習録のことでツールボックスで関連遺伝子というところを開いて、インスリンに関する遺伝子のリンクをたどるということで、初め単にプラス関連遺伝子って書いてあると思うんです。もうそこちょっと開いてみると、もう答えをちょっと資料にも入れてますけれども、こんな形で画面が構成されているかなと思います。まあ、インスリンに関するいろんな記事が出てきてまして、それから関連遺伝子を開くと、まあ、本当にインスリンという名前が入っているという
ことで大体引っ張ってきてると思うんですけども、いろんなものがあります。でこの中にこのいくつもリンクがこう貼られていて、まあ、外部のデータベースに対してまあ、インシュリンならインシュリンというものの情報を見ることができるようになっているんですけど、それの意味するところはですね、ジーンというのは NCBI のジーン、それから GNP というのはゲノムネットワークプラットフォームというところに見に行くということで、まあ遺伝子の関連性ですね、発現とかの関連性のところを見られるような、プラットフォームのあるんですけども、そこで見られるとか、あとユニプロットの情報を見られるとかですね、あとはHUGO というところでジーンノーメンクレーチャーコミッティというのがあるので、そこが決めたそのまあ遺伝子の定義みたいなところですね、そういったところを見られるとか、そういったことになってますので、まあ、何か情報をきっちり確認しようと思ったら、この外部リンクを利用してみるといいんじゃないかなというふうに思います。でじゃあインシュリンとさっき入れていただいたんですけれども、その後にちょっとスペースを1個入れていただいた後に脂肪肝って入れてもらっていいですか。そうするとインシュリンと脂肪肝の2号で検索したような結果が出てくるはずです。でこの場合はですね、先ほど言った関連遺伝子っていうのもちょっと見えなくなってます。というのはちょっと脂肪肝に直接関連するっていう遺伝子はないので、そういった意味ではこの2号で検索できるその関連遺伝子はなくなっちゃってるんですけれども、まあ、ではじゃあちょっと別の情報をたどってみましょう。外部リンクというところ、やはりこうプラスマークになっていると思うんですけども、そこを開いていただくと一番上にパブメドというのが出てきます。そのパブメドのところをちょっと開いてみましょうか。そうすると次に出てくるのがこのおなじみのパブメドの画面ですけれども、ここに、まあ、インスリンとあと脂肪肝の一応、まあ、一義的な翻訳のところでファッティリバーって書いてありますけど、これで検索した結果だから、先ほど検索日本語で検索してた条件のそういったキーワードをですね、そのまま引きずる形で、まあ、できるサイトではなるべくこういうふうにしてるんですけども、そういった形でいちいちそこにサイトに行って新たに検索を起こすということをしなくていいので、まあ、関連する情報が外部のサイトでも直接見られるということになっています。こういった形で情報をいろいろたどって入手していただければなというふうに思います。でちなみにこれモバイルサイトもありまして、皆さんのこういったスマホでですね検索もできます。私なんかはもうちょっと字がちっちゃくすぎてなかなか使えないんですけれども、見られる方はこういうことを使っていただいてもいいのかなというふうには思います。さてではさっきご紹介した3つのサービスのうちの最後、データの一括ダウンロードのところに行きますけれども、データセットを取得できないかという要望に対して答えるサービスです。データベースアーカイブといいます。ここでは国内で作成されたデータベースを丸ごとダウンロードできる142件のデータが搭載されています。でいろんな形式でダウンロードできるので、まあ、その後自分がどういう形で使いたいかによっていろんな形式を選んでダウンロードできると。でそれからそのデータをどうやって使っていいかっていうことに関しては、基本的には CC の表示、クレジットを表示するっていうことと、そのデータを使った後に同じ表示継承というライセンスでずっとライセンスを継承していってくださいねという、そういった条件でもって配布している。基本的にこれに統一してますので、非常に使い方が分かりやすい。それからいくつかのデータをこの中から選んできて一緒に使っても同じ条件でずっとずっと使えるということで、非常に分かりやすいデータベースになっています。中身としてはこんなものがあります。これちょっと今実数よりもうちょっと今いろいろ数的に増えてると思うんですけど、大体のバリエーションとしてこんなものがあるなというふうにご覧いただければと思います。これは直接やっぱりその先生のプロジェクトを主催されてた先生とかですね、そういったところからお預かりするということが主なので、日本でやられたものが非常に多いかなというふうに中は思います。アーカイブの入り口も先ほどの左側の上の方、ここをちょっとクリックしていただくとトップページ、こんな感じのことが出てきます。でこの下の方にダーッと表が画面上ではずっと続いているわけなんですけれども、まあキーワードで検索できるところですね、表示の項目でこういったことの表目で検索できるということとか、まあ各項目でこう相当したりして自分が欲しいものを探しに行くことができます。でさらにはやはりちょっとこの詳細検索みたいなのがやっぱりありまして、まあ、中身がいろいろこう自分でこういう条件付けが分かっていればもうちょっと詳しい検索もできるようにはなっています。でさらにはですね、
そのデータベースそれぞれの中に簡易検索機能がついているものについては一括検索したりとか、あるいはまあ配列情報とかでよくあるブラストっていうあのツールですね。ああいうのを使った配列相同性の検索とか、あとはまあ画像を含むようなデータベースを検索するとか、ちょっと変わった検索の手法もあるんですけども、なかなかこれも初めこういった、まずはテキストで検索するということで使い出していただければ、それからあとまたさらに使いこなしていただけるようなものかなと思いますけど、一応ここにどんなものかなということでお示ししております。こちらがまあ簡易検索機能があればということで、その中のレコードまで検索できるようなものですね。データベースだけではなくて、でそれからブラストで検索できるようなものとか、あとはイメージサーチというようなものもこういったイメージが出てくるというようなことになっています。でこちらの実習なんですけれども、OpenTG 技術というプロジェクト、ちょっと昔のプロジェクトなんですけれども、ご存知でしょうかね。化合物の、毒性について、細胞とか組織とか使って実験をした情報をまとめてくださっている医薬基盤研さん、当時の医薬基盤研さんですね、今はニビオンさんといっているところですけれども、そこがやったデータベースです。でそれの病理情報のデータからハイパートロフィー、肝細胞肥大を示したデータを絞り込みにダウンロードするというようなことをやっていきたいんですけども、これはちょっと一緒にこう、まあ、画面でも全部説明をしていますので、今この資料の中に説明をしていますので、それをなぞっていただくという形でいいと思います。ただその際ですね、最終的な画像の病理情報を見つけたら、その画像データのダウンロードはちょっと講習会中は試さないでください。非常に大きなデータになりますので、もしご興味のある方は後で、ご自分のところのネットワーク環境でダウンロードしていただくということであればいいと思うんですけれども、ちょっと今やると大変かもしれないので、ちょっとまた個別にやっていただければと思います。じゃあ徐々に進めていきましょう。まずそのデータベースのアーカイブのところを行っていただいて、 OpenTGS とちょっと検索をかけてみてください。するともう3文字入れれば今この画面におそらくなるんじゃないかというふうに思います。3文字入れれば大体該当するものがあれば確定して出してくるというような機能になっていますので。で、じゃあその出てきたデータベースの中、一番下のところはその OpenTGS というものなんですけれども、それのこの一番右側にあるライセンス、まず利用許諾をちょっと確認しましょうということで、この詳細をクリックしていただけますか。すると、まあ、出てくるのはこういったページになりまして、はい、ここにあります、バイっていうマークとですね、あとだから SA ってマークですね、これがついた作者のクレジットを表示すること、それから同じ CC 表示継承というライセンスのもとに配布することという条件があります。これはこの OpenTGS についてのこういった利用の条件ですよというページをまとめてあるんですね。で、じゃあ、あとは、クレジットはどう書くのかとかですね、クレジット書いてくださいって言うんですけど、クレジット書いてないとわからないので、じゃあどうやって書くのかということとかもきちんと書いてありますから、このデータベースを使ったらそういったことをきっちり書くということを、まあ、ここを見ればわかるようになっているというものです。はい、では先ほどのところにちょっと戻りましょう。今度は、データベースの説明の内容を確認します。今度はこの OpenTGS という名前、あるいはこのサムネイルをですね、ちょっとクリックしていただくと、またその次のページにあるような、こういったデータベースの説明、これはそのアーカイブの中で整えているものですけれども、先ほどのカタログと同じようにですね、どういう項目っていうのを、ここら辺が揃ったような形で全部まとめてあります。あと特に作成者ですね、なんかデータベース使ってて、まあそのデータベースダウンロードして使ってるだけであまり問題がなければいいんですけれども、最終的になんかこう分かんないことがあったら聞きに行くってことが必要だったりするので、作成者の名前とか連絡先とかですね、こういったところも記事で書くようにしています。はい、こういったデータベースの説明のメタデータを見ていただいて、まあ、必要に応じてコンタクトしたりとか、そういったことをしていただければというふうに思います。で、じゃあ今度はまあダウンロードで進めていくんですけれども、先ほどのページに戻っていただいて、このダウンロードというところをクリックしていただきますと、この OpenTGS については、中がまたこういろんな種類の情報がありまして、それぞれがファイルにまとまっているので、まあ、こういったふうなページが出てこないものもあるんですけれども、この OpenTGS に関してはいろんな種類があるので、こういった感じで別々のファイルにまとまっているよということのリストが出てきます。で、
まあ、ZIP 形式でそれぞれ の項目のところをダウンロードできるところもありますし、あとは、その中で必要なものだけ検索してダウンロードするということもできるようになりますので、こうデータを眺めてからダウンロード可能なところもありまして、これの一番下の13番のところにある、検索とダウンロードのところですね、ここをちょっとクリックしていただくと、例えば次のようなこういった画面が出てきます。で、まあ、テーブルの中のこの検索絞り込みみたいなのがここでできます。今はハイパートロフィーという肝肥大の条件でファインディングタイプということでこう検索したようなその結果が出ている、こういう状況なんですけれども、まあ、そういった絞り込んだ結果をダウンロードすることもできますし、それから全データをダウンロードすることもできて、その時は先ほど言ったようにその後どういうふうに使いたいかによっていろんな形式が選べるようにはなっております。なので、ご自分がその後どういう解析に使いたいかによってダウンロードしていけるということ で今ここまでのところですね、特に認証とかそういうの何も出てこないのが分かりないように、先ほどの、CC のライセンス、あれをちゃんと読んで理解していただければ、もうここまで何も障壁なくダウンロードしてある意味勝手に使うことができるようにはなっていますので、もしこのアーカイブの中にご興味のあるデータがあったらぜひ活用していただければというふうに思います。で最後のその実習10のところで、そのじゃあ画像をダウンロードしましょうということで、先ほどのページのこの実習10へパソジカルイメージというところにちょっと行ってみますと、こんなようなのが出てきますけれども、まあ、ちょっとこの画像のダウンロードは、まあ、ご興味のある方、まあ、独占のその、なんかこう暴露した後の化合物に暴露した後のいろんな画像が出てますけれども、こういうのご興味のある方はこの辺からダウンロードしていただければと。ということでご紹介だけにしておきたいと思います。でデータベースアーカイブについては皆さん結構ダウンロードしていただいてですね、これ10月の状況なんですけれども、一番多かったのはやはりこのなんかオープン TGS がなんか復活してきました。一時期ちょっとチップアトラスというこの、エピゲノムのデータベースに首位を明け渡していたんですけど、最近また復活してきたみたいですね。でアーカイブ全体では1万400件ほどダウンロードされてるんですが、個別にちょっとダウンロードの件数は出してないんですけれども、その中でも10月はこれがトップだったということで、こういったランキングも示しています。あとはちょっとこれは、まあ、宣伝というかお願いなんですけれども、なんかプロジェクトでデータを作られて、そのデータがもう私は使うの全部使ったからもう他の人に使ってもらってもいいわということがもしありましたらですね、ぜひ私たちのところにお知らせいただければ、先生のお名前をクレジットにしてですね、半永久的にキープしますので、ぜひぜひご連絡をいただければということで、ここにちょっと宣伝を入れさせていただいておりました。さて今ご紹介してきたようなその3つのサービスなんですけれども、これ文科省だけ の努力ではなくてですね、実は、いろんな省庁で、まあ、生命科学に関するいろんなプロジェクトをやってきておりますので、それらの皆さんのご協力のもとにデータとか集めたりとかそういうことをしています。一つは経産省さんですね、あとは厚労省さん、あとはそれから農水ですね。この4つの省庁が一応みんな協力してお互いにデータを寄せ集めましょうということでやっているのが、今ご紹介しているのはカタログですとか、まあ、アーカイブですとかそういったものになってきます。でここまでが割と一般的に情報にリーチするためのサービスなんですけども、ここからちょっと人に関するデータ関連のサービスツールについてちょっとご紹介を進めていきたいと思います。でこれも先ほどのそのごちゃごちゃっとしたポータルサイトではありますが、これの割と左上目のところに NPDC 人データベースというのと統合バーというのがありますので、これについてご紹介していきます。NPDC 人データベースというのはまあいわゆるコントロールドアクセスが必要な、まあ、ゲノムですとかそういった、まあ、個人情報にもなり得るようなそういったデータを集めるで公開する仕組みなんですけれども、人に関するのはあらゆるデータを対象としてまして、多くあるのは NGS のデータなんですが、他にも、脳画像のデータですとかね、そういったものが中には入っています。で提供していただくときにもう一回匿名化、まあ、匿名化といっても今ちょっと匿名化って言葉はあまり使わないので、まあもう一回付番したりとかですね、そういったことをしていただいて、割とこうデータそのものプラスちょっと
メタ情報みたいな感じで、このデータベースの中には格納されておりまして、さらに例えばその後追跡が必要とかですね、そういったことになった時にはやはり共同研究をしていただく必要があるかと思うので、まあ、そのためのこのイントロっていいますかね、そういったデータベースとして使っていただける、こういったデータがどこにあるのか、どういう先生のところにあるのかということを分かるための、そういったカタログ的な位置づけにもなっているかというふうに思います。でこのデータを提供していただくとき、それから利用していただくときに関する審査は全部NBDC の方で行いますので、預けていただいた先生が自分の時期間で倫理審査かけたりとかそういうことをしなくていいというところはちょっと簡単に使っていただけるところかなと思いますし、あと最大のメリットは、論文発表に必要な ID をここで発行しています。なので、まあ、論文発表をする前に検体1件分のデータを預けたいとか、そういったご要望もあって、中には1件だけとかそういったものもありますけれども、どんなものでも私たち基本的に人に関するものだったら受けるということになってますので、ぜひご利用いただければと思います。で公開データ数は今のところ、あとちょっと分類については説明しますけれども、制限公開データは68件ありまして、それから非制限公開については24件で、トータルで今、20万サンプル分の情報が今集まっているような状況です。でデータの分類なんですけれども、まあ、オープンなものというのは、まあ、集団の統計値とかですね、あとは特定の個人由来ではない資料の解析結果なんか、細胞株なんかで、そういうふうに謳われているものなんかもありますので、そういったものはもうオープンでいいだろうということでこちらになってますが、基本的には個人ごとの情報はいろんな審査に基づいて出し入れをするということになってまして、こういった制限公開のデータになっています。であとは、まあ、論文出すまでちょっと待ってということで、データベースの中にはあるんだけど公開を待っているような状況もあるんですけど、こういったものはまあ制限にしていただく、あるいは非制限にしていただくということで、後々公開するということを条件にお預かりしているというようなものがあります。で、人データベースについてはこういったガイドラインを立ててですね、外部の有識者を含むような審査機関をこの中を組織を作っておりまして、で提供者などから申請があれば、それをちょっとこういったデータベースで公開するということがちゃんと大丈夫なのかなというようなことを確認させていただくとか、そういった手続きを経まして承認をして、でデータを格納していただく。で一方利用者に関してはやはり同じように申請をしていただくんですけども、それはこのデータを使うということを一応倫理審査を時期間でかけていただくとか、そういったことの条件が必要になってきます。で具体的にあまりちょっと今日は個別にいろいろお話ししないんですけれども、詳細はお知りになりたい方はですね、 NBDC の人データベースのホームページに行っていただきますと、ここにデータの利用っていう入り口とデータの提供っていう入り口と、まあ、それを合わせたようなそのガイドラインの文書そのものとかですね、そういったものを全部このタブの中にリンクで貼っておりますので、ぜひぜひ一度ご覧いただいて、まあ、論文出すことになったんだけれどもということでも結構ですので、ぜひぜひご相談いただければと思います。で私たちこの人のデータベースで、まあ、今ちょっとずつ人のデータが集まってきているわけなんですけれども、なかなかこれだと先ほどご覧入れたようなこういったリストの情報だけ見てるだけじゃあまりよくわからないということもありますし、それからこのデータを何とかして活用できないかということもありましたので、もう一つ新しいサービスを最近始めました。それが日本人のゲノム多様性統合データベースというものです。でこれはその先ほど紹介した人のデータベースをもとに個人特定されないような加工データ頻度データにして、まあ、提供することで、これをオープンにアクセスできるようにはなっています。でデータが概要を把握できるようにするのと、あともう一つはですね、例えば遺伝子検査、遺伝子のその解析をされた時にどこにバリエントがありましたってことを情報をもらった時に、皆さんいろんなサイトを見に行って、まあ、それが日本人に固有なのかどうかとか、まあ、そのバックグラウンドを引くとか、なんかいろんなことをやる、かつあと病気との疾患との関連とかもいろんなサイトで見に行ったりとかするんですけども、そのうち少しでも私たちのところでまとめてそれをワンストップで検索できないかということを考えて作ったものです。で、まあ、ゲノム配列の個人によるこれバリアントの情報を何かを得ました、今この7番染色体の何とかって書いてありますけれども、そういうふうにやった時にまずその情報を得た方はですね、クリンバーって見に行くと思うんですよね。であとは日本の中で今その日本人のバリアント その頻度情報を公開しているところがいくつかあるんですけれども、一つは東北メディカルメガバンクさんの 3.5K の日本人の情報、このまとめた情報ですね。それから京都大学さんの HGVD、
この辺りを見たり、あるいは、これはアメリカのブロード研究所というところですけれども、ここでもその辺の情報を公開しているので、こういうところを見に行って、このバリアントが意味するところは何なのかなって見に行くと思うんです。で、それを一括検索できるようにしたのがこの統合バーで、まあ、情報を入れていただければ、それがまあ表になって、簡単に言えば表になって出てくると。で、この注目するバリアントは、関連する疾患としては2型糖尿病であったり、あと疾患の患者性は非常にあるということと、それから荒れる頻度は日本人ではこのぐらい、でも、まあ、いわゆる後継者が多いんですけれども、このブロードインセットのデータベースではこのぐらいということで、まあ、結構、桁で結構差があるということなので、これは非常に日本人に固有のバリアントであるとか、そういったことが分かるようになっています。で、さらには関連する論文なんかのリンクも全部貼られてたりするので、その意味を自分でお調べになりたいときには、こういった文献にも当たるとか、そういったことができるようになっています。で、今これ検索の対象にしているのがですね、先ほど言ったその東北メディカルメガバート京都大学、まあ、こちら日本人なんですけど、私たちのその人データベースのところにも集まっているデータが、まあ、いくつかありまして、今全エクソも125人なんです。これちょっと期日中にポンと跳ね上がる予定です。それから、これは、主にあのバイオバンクジャパンのデータなんですけども、18万の基地スニップのデータ、これをまとめ上げたもの、一応これとこれは別立てであの計算してありますけども、こういったものがあるので、まあ、このあたりが日本人のバリアントの情報ということになりますね。で、先ほど言ったブロードインスティテュートの、その対日本人との比較にできるような、そういった全エクソームの情報があって、かつそのバリアントがどういう疾患の関連性があるかということをクリーンバーで見に行って、いうところまでまとめ上げたサイトが今できています。先ほどお示しした例ですけれども、表示されるのはこんな表示のされ方します。で、ここにバーで示されているんですけれども、このバーのところをクリック、あのバーソーバーとかクリックしていただくと、まあ、こんな形で数値としても出てくるので非常に分かりますね。で、これあの一桁違うと、バーが1個減るみたいな、そういったあの仕様になってますんで、大きく差があればこれだけはっきり見て分かります。あのエグザックではこんなに低いけれども日本人の方は高いというようなことが分かる。まあこれなかなか非常に顕著に出ている例なんですけれども、こういった形であの直感的に見ていただけるようなものになっています。で、さらに、まあ、これもともとあの人データベースの中にあるいろんなプロジェクトのデータの中から、まあ、いろんな疾患のデータとかが多いんですけども、中には健常人とか対象群のデータもあったりとかして、こういったものを同じ計算でこう最初あの手法で再解析してまとめ上げたデータなんですね。あの皆さんやっぱり論文するときにこの辺の手法がバラバラになったりしてると、やっぱり出てくるあのバリアントの頻度とかのもうズレが生じますので、まずは一緒にこう揃えて解析をしましょうということをやって、それを搭載しているのがその統合バーになりますので、これを見て、まあ、ユーザーさんが概要を把握して、あ、こんなバリアントの情報がもしかしたらこの中にありそうってことが分かったら、まあ、ちょっと申請が必要なんですけれども、利用申請していただくということで、人のデータベースを、この LBG 人データベースの方に利用申請していただければ、そのオリジナルデータが使えるというようなルートもありますので、ぜひこの統合バーとか、またひいてはその人のデータベースも活用していただければ、あのご自分がまず解析、あのご自分がデータを生み出すことなく、まずあるデータで解析するというようなことができますので、ぜひあのご検討いただければなというふうに思います。で、だんだん終わりに近づいてきましたけれども、その他にちょっと便利なサービスがいくつかあるので、簡単にパパッとご紹介したいと思います。まずあの先ほどからあのいくつもセンターの名前が出てきて、なんだかごちゃごちゃしててわからないわというお声をよく聞くので、私ちょっとここで簡単に説明したいと思うんですけれども、NBDC 今日の講習会を主催しております。ここと今日の講習会を共催しているライフサイエンス統合データベースセンターは、一応共同研究をしておりまして、このライフサイエンスのデータベースを統合するにあたって、いろんなあの解決していかなきゃいけない課題を一緒になって解決していきましょうということで共同研究をしています。で、この DBC ですと同じあの情報システム研究機構という中に、先ほどからちょこちょこ出てきてます DDBJ という欧米と協力してデータのデポジトリをやっているあの DDBJ センターというのもありますので、まあ、DBC レースは同じ機構の中ですから、この DDBJ センターとは一緒に協力していろんな解析手法の開発とかやったり、サービスを提供したりとかいうことをしています。
で、まあ、この辺の人たちが一緒になっていろんなものを作っているわけなんですが、その中で一つの統合テレビというものをご紹介しておきたいと思います。これデータベースやツールの使い方をこう、またあるいは今日みたいな講演ですね、こういったものを動画で配信するものなんですけれども、統合テレビって聞いたことある人いらっしゃいますか？ありがとうございます。そうなんです、あのツール名とか入れると結構その動画がポンと出てきてですね、あのでもどこが作ってるか、あ、ここが作ってたの初めて知りましたということをよく聞くんですけれども、あのこれは、ライフサイエンス統合データベースセンター TBCLS が作っているものです。で、動画の数1300本以上ありまして、ウェブサイトの使い方とかですと、あの日本語の解説がこう吹き出してポンと出たりとかですね、そういった形で非常に分かりやすく、実際に画面上何が、あのマウスが動いている状況とかですね、そういったものをどんなにを入れるとか、そういうことも全部あの実際にやっている状況が分かりますので、まずは入門編としてこれを見ていただくと、データの使い方が、データやデータベースの使い方が分かるかなというふうに思います。でカタログとか小田健作が本日紹介したものもいろいろありますので、ぜひこれは覚えておいて損はないと思います。それからあとは、日本人の人が、まあ、いわゆるトップジャーナルに、記事を掲載されたときにその人に直接お願いして、日本語でその最先端の論文の周りの状況も含めて、じゃ あ, あのレビューを書いてもらうというサービスもあります。これも今1200本ぐらいありまして、まずあの自分が知らないところ、ちょっと外れた分野、そういったところは結構あのなかなか取っかかり、英語でいきなりっていうのは取っかかりにくいと思うので、こういうのも活用していただいて自分の守備範囲を広げていただければなと思うので、こういったサービスもご紹介しておきたいと思います。それからですね、これも割と最近にリリースしたものなんですけれども、特に医学系の方には関係するかと思うのでご紹介したいと思いますが、患者の情報を入力するだけで関連する希少疾患、これちょっと今ある程度希少疾患に割と特化したものなんですけども、希少疾患とか難治性疾患の候補を可能性が高い順に自動的にリストアップする医療者向け検索システムというふうに制作者が謳っている、そういったサービスがあります。で、これも実際にウェブサイトをお気になる方はちゃんと見に行っていただけると分かると思うんですけれども、キーワードのところっていうのは、例えばこれちょっとちっちゃくて分かりにくいですけど、私ヘデックって入れようと思ったんですね。そしたらヘッド A まで入れたら、こういうふうにいろいろあのヒューマンフェノタイプオントロジーの中で定義されたような、そういったあのちゃんとヘデックに関係したキーワードがですねリストアップされてきます。なのでここから自分が入れようと思ってた一番近いものをプルダウンで選んであのいただければ、あんまりその実際にこのヒューマンフェノタイプオントロジーの定義をきっちり自分で知らなくても、まあ、一般的な言葉でまず入れてみればプルダウンで選ぶことができるんで、ぜひこれはあの興味のある方は本当に使いこなしていただければ非常にいいものじゃないかなと思うんですけれども、まあ、疾患ランキング機能に関してはオーバーネットの4000疾患とか大見物の7000疾患とか、こういったところあたりを中心に出していて、あと症例報告なんかの検索機能もついているということです。なんかちょっとあのごちゃごちゃというふうになってますけれども、で今はあの基本的にあの英語のものを中心にあの文献としてその例えばパブメドの症例報告とかを取り込んでるんですけれども、これを日本語化も今徐々に進めてまして、検索で日本語を入れることができるようにするとか、日本語の文献を対象にするとか、そういったこともしていけば、もちろんあの医療関係者の方にも使っていただくってことは非常に重要だと思うんですけれども、例えばあのこの自分が自分のこの症状は何なんだろうっていうふうに一般の人が一般 の, その日本語で検索するようなことも可能なのかなというふうに思ってまして、こういったものを、やはりこれも DBCLS の方なんですけれども作っているということをご紹介しておきたいと思います。実際このパブキスファインダーってそのもののツールではなくて、これの中身の仕組みですね、そういうのがあの IRAD というプロジェクトをご存知ですかね、あの IRAD の, その検索システムの中とかでも使われているそういったものになります。でついでなんで、その DBCLS のサイトのところですね、いろんなカテゴリーのサービスがあって、ちょっと今全部ご紹介しきれないので、あのページだけご紹介しようかと思うんですけれども、サービスっていうページが、DBCLS のサービスというところに行っていただければ、こんな感じで出てくるんですが、例えばのカテゴリーで今ここはデータ検索解析ツールで、
データベース利用者の方が主に利用するだろうなというような選択肢をすると、例えばこんなものが出てくるというご紹介をしています。DBC レス SRA って、SRA のデータを見やすくするとかですね、あと発言解析に助けになるような RefX というサービスですとか、ゲノムを高速に短い配列でも検索できるようなサービスですとか、あとクリスパーダイレクト、最近クリスパーという手法が流行ってますけれども、それ の, リダ配列を計算する、ノイズの少ない形で計算できるようなそういったツールですとか、そういったものがあります。で、今カテゴリーをこういうふうに例えばデータ解析ツールとか文献に関連したサービスですかね、あとはコンテンツ、先ほどの新着論文レビューなんかも一応コンテンツに当たるんですけど、あと統合テレビですね、ああいったものもコンテンツに当たりますけども、それからちょっとキーワード的にあまり馴染みがないかもしれませんけれども、ウェブ上の情報とかはですね、データベースの情報を意味ある形でつないで使うということに関する技術で、セマンティックウェブというものなんですけど、それをに関するようないろんな技術とかサービスとか、そういったものでカテゴリーで選ぶこともできますし、あとは自分がどういう立場で、基本的に皆さんデータベースを利用されることが多いかと思うので、データベース利用者っていうのを選ぶかと思うんですけれども、他にはデータを所有されている方が使えるようなサービスとかですね、そういったものもありますので、こういったところをちょっと活用していただいて、なんかこういうのを自分が使えそうと思ったらまず見てみる、もし分からなかったら DBC レスに問い合わせるというような形で、どんどん自分 の, スキルの一部としていただければいいかなというふうに思っています。さて、だんだんこうお話も終盤になってきたんですけれども、じゃあ今ご紹介したようなサービス、これは実際に稼働しているサービスで皆さんにどんどんお使いいただけるものではあるんですけれども、私たちそのデータベース統合に関してはまたちょっとさらに先、もう少しなんか本当データベースの統合を進めるっていう方向でいくつか考えていることがあって、それの一つが、さっき言ったセマンティックウェブっていうその、観点から言うとですね、データベースデータの形そのものを、統合に適した形にどんどん変えていこうと、今公開されているようなデータもそういった形でどんどん変えていけば統合化しやすくなっていくだろうということで、そういったことをいろいろ提唱したり、あるいはこういった講習会とはまたちょっと違った形の講習会で皆さんに一緒に作っていただいたりというようなことを進めています。で、そのデータの公開度の度合いを示したこの図なんですけれども、例えばなんかウェブで検索したときに初めは PDF で出てくるっていうのよくあると思うんですね。で、人間が読めば一応読めるんですけれども、なかなかそれをデータを例えば抜き出すこともなかなかできないようなことも PDF だったあったりしますよね。で、そういった非常にこうなんていうんですかね、用途が限定された公開のされ方からデータそのものをどん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 加工できる機械が利用できる、それから中の意味の情報もきちんと整備してつけていくということで、最後にこの LOD という形、リンクとオープンデータという形なんですけども、こういった形を目指すということを今進めてまして、その途中段階といいますか、このリソースディスクリプションフレームワークという RDF という形式があるんですけども、これに向けて私たちデータをどんどん整備していこうという活動もしています。それがこのちょっとした説明がその後に少し続くんですけれども、その RDF という形式は主語、述語、目的語みたいなこういった三つ組みの形で全ての情報を整理して書いてやりましょうということが原則 でかつこのなんていうか、その三つ組みのそれぞれの要素に当たるところをちゃんと共通の認識でそれを整えてやると、例えばこれ、ある DNA、 DDBJ に登録されたある DNA 配列は何というタクソノミーのに属するものですよっていう情報がここにあって、そのタクソノミーのこの番号に当たるのはこれお米ですねですよということがここに書いてある。で、これはこのタクソノミーの39947っていうのを重なるので、この三つ組とこの三つ組は重なるということで、このデータを必須する要素を揃えることで個別に整えたデータをどん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 ネットワーク上に広げていくことが可能であるというふうに考えている。で、こういう共通する要素を重ねることで、こういったネットワーク構造、グラフ構造を作っていけば、その中の部分的な情報を抜き出すというような計算をしてやると、ある2つの事柄の関係性を見出す。ちょっと簡単に言うとそんなような感じなんですけれども、そういったこういった RDF というデータを作るための、かつそれを利用するための講習会なんかも開催したり、
あるいはそういった形に整えたデータを NBDC の方では RDF ポータルということでどん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 貯めていくということをやってますので、こういったところで、こういったところのデータを皆さんが利用しやすくなるようなツールを開発したりとかですね、そういったことも含めて、データの利用度合いを高めていくというような活動もしているということをお知らせしておきたいと思います。本当にこれ最後の方ですね。データ共有に関する、我が国の課題というのはまだまだ実はいろいろあります。もう半分愚痴レベルなんですけれども、こんな感じにいろいろありまして、私たちのところも非常に小さなセンターで、欧米の NCBI とか EBI とかですね、すごい予算ですごい人数をかけていろんなことをやってるんですけども、それと匹敵するようなことをやれと言われて非常に苦しいような状況でもあったりとかですね、あとはやっぱりバイオインフォマティクスってこういう分野になんかこう本当の本当の専門家ってなかなかいないので、新たに入ってくる研究者っていうのも、まあ、ある程度限られてくるというようなこともあって、なかなかこういうことをやってくれる人が少ないっていうのがとても非常に今苦しい状態ではあるんですけれども、でもそういった中でもですね、やってることに対して皆さんからこんな風に使ったよというようなこととかの情報をいただけるととってもありがたいんです。というのはやはりこれ私たち公的な予算をいただいてその中で活動しているので、どれだけ使われたかということとか非常に重要なんですけども、フリーでオープンにしちゃってることからですね、どのぐらいユーザーがついてるかとかそういうことを逆に調べるのが結構難しいんですね。だからぜひもしなんかこんなことで使えたよとかどんな些細なことでも結構なので、活用例も、報告していただければありがたいなということをお知らせして私の講習を終わりたいと思います。何か質問がありましたらば、一番最後のところに書いてありますけれども、この講習会のメールアドレスであるアジャックスというメールアドレスに個別のサービスのことについても結構です、担当者につなぎますので、ぜひぜひお知らせいただければと思います。それから、今日先ほど一番最初にお願いしたこの講習会の今日のアンケートもそうなんですけれども、ちょっと、1月後ぐらいですかね、一回ちょっとフォローアップのアンケートっていうのも登録していただいたメールアドレスにお送りすることがあると思います。その時にはぜひそちらもそんなヘビーなアンケートではありませんので、ご協力いただければありがたいということで、これで講習を終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。